条約の適用対象事案は監護権の侵害を伴う事例だと思いますが、親権の侵害を伴う事例との説明もあります。監護権の侵害か親権の侵害なのか、これを我が国の法制でどう考えたらよいのかと。私もまあ拙い知識ではありますが、親権というとですね、養育監護権、居所指定権、懲戒権、職業選定権でしたっけか、そして財産権と、こういうふうに言われていたと思います。でそのハーグ条約が対象とするのは監護権だけなのか、それとも親権というふうに含むのか、これどういうふうに考えたらよいのか、そして法務省としてはどう考えておられるのかお示しください。外務省宮島大臣官房審議官参事官。ハーグ条約に基づく子どもの返還について対象になりますのは、まさに先生ご指摘のとおり監護権でございまして、の侵害を伴う事案でございます。親権の定義とかについてもいろいろと議論があると承知しておりますけれども、ハーグ条約の第5条におきましては、監護権にはこの監護に関する権利、特にこの居所のを決定する権利を含むというふうに規定されておりますので、言葉に若干混乱もあったかもしれませんけれども、本条約の適用にあたっては同規定に従って監護権の侵害の有無を判断するということになっております。はい、わかりました。これはちょっと打足になるかもしれませんがね、親権ということに関しては多分この後民法の改正案のお興味をして審議が始まるんだと思いますよね。これもやっぱり時代とともに家族観が変わり、家族を取り巻く社会的環境が変わってきたと。懲戒権というのはどうなんだろうかなと。その以前にですね、単独親権であるけれども諸外国のように共同親権という考え方の方がですね、ふさわしいのではないかと。つまり夫婦は別れたら他人、子供にとって親は親と。この辺はやっぱり、一つのルールとしてこれも考えていくべきなのかではないかなと思います。ただこの問題は民法の今回の改正案に付随する考え方ではありますので、ね、今日は深くは追記していきませんがですね、ただ私もこれ10年間この児童虐待防止法の企画立案とかに取り組んできたものとしてですね、一面から見るとですね、無理親と子供が引き離された状態が継続するということも子供にとっての児童虐待なんじゃないんですかという指摘もできるんですよね。そういう意味で私は今回民法改正というのはこれ大きな改正ですから、簡単にね3年や5年でできるものではありません。したがってこういった議論もですね、私はぜひ深めていただきたいとお願いを申し上げておきます。次の質問に入ります。